ピータンはアヒルの卵を強いアルカリ性の条件で熟成させて製造する中国の食品。鶏卵やうずらの卵などで作られる場合もある。高級品には白身の表面にアミノ酸の結晶による松の枝のような文様がつくことから消化タンと呼ぶ。英語ではセンチュリエッグという。ピータンはアンモニアや硫化水素を含む 独特の匂いと刺激的な味を持つ。なお、食べるときは殻についた粘土やもみ殻などを洗い落としてから殻を剥いて食べる。できればスライスしてしばらく空気にさらし、匂いが減った頃に食べると良い。黄身が半熟状で匂いの弱い糖心ピータンと黄身が硬く保存性の高い硬心ピータンの2種類に大別される。一般的には匂いが弱く味も良い。 東心ピータンの方が好まれる傾向にある。前菜としてそのまま食べるだけではなく、食材としてピータン豆腐やピータン状といった中華料理に使われることも多い。また、サクサクしたパイ生地であんとピータンを包んだピータン素など、菓子の具としても使われることがある。記録によると、秋を初期にアヒルの卵を灰の中に埋めて忘れてしまい、 2ヶ月後に発見された卵が熟成していたことから、偶然に製法が発見されたとある。石灰や木炭を混ぜた粘土を卵革に塗り付け、さらにもみ殻をまぶして土や亀の中のような霊暗所に2から3ヶ月ほど貯蔵するとされているが、小石灰、炭酸ナトリウム、塩、大ニコで作ることもできる。石灰によって徐々に殻の内部がアルカリ性となり、 タンパク質が変性して固化していく。白身部分は黒色のゼリー状、黄身部分は非水色になる。ピータンは製造過程でタンパクの凝固を促進するため、オオニコと呼ばれる一酸化鉛の化合物を使用する。1971年に台湾大学の劉博文教授がピータンには人体に有害な鉛成分が含まれるとの研究結果を発表し、 中国政府は1988年よりピータンの鉛含有量に基準値を設定し1 0 0 0ムあたり3ラム未満とした。さらに2015年12月1日より1 0 0 0ムあたり0 5ラム未満に厳格化されている。以後、大ニコを使用しない無塩ピータンと銘打った製品が流通するようになった。だが、別種の化合物が使用されるなど中毒の リスクは解消されていない。2015年2月、微量の鉛が入っているのに、無塩ピータンの名前で売るのは、詐欺行為だとして、損害賠償を求める訴訟が起こされ、北京の裁判所は消費者側の訴えを認める、判決を下した。ピータンの鉛含有料基準、27年ぶり改定。アシュアイアール株式会社、2020年6月23日閲覧。 ピータンの食べ過ぎで鉛中毒に、イコール、無塩ピータンも危険。中国、レコードジャイナ、2013年6月9日閲覧。無塩ピータンは、5人招く表示、販売元に、罰金命令。アシューアイアール株式会社、2020年6月23日閲覧。ありがとうございます。